ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストです。まずは自己紹介をどうぞ。新潟市の西区でロビオキというフリースクールをやっている野口治と申します。はい、野口さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、新潟市西区お隣ですね、お隣でフリースクールロビオキというね学校を開いている代表の野口治さんです。ロビオキが気になるんですけど。そうですね、みんなにそう言っていただけるんですけど、皆さんどういう意味なんですか。七転び八起きから実は取っていて。そうなんだ。日本語由来なんですけど、なんかもうカタカナだから絶対何かのね、フランス語なのかなって思ってたんですけど。そうですか、七転び八起きのロビオキを取ったわけですね。そうなんです。好きな言葉なんですか。というよりも子供たちにはいろんなチャレンジをしていただいて、その中で失敗もあるんだけれども、いろんなものをそこからこう見出してというか、単なる失敗に終わらせないで、何かいろんなものを学んでほしいなっていう思いから、七転び八起きという言葉をスクールの中に入れたいなと思って作りました。ああ、そうなんですね。なんと野口さんはね、このフリースクールをもっと前から、学習塾もされておりまして、もうこの学習塾も長いんですって、歴史が。そうなんです、母の代からやっておりまして。はい、その学習塾の名前は、大学入試対策センター。あ、それは硬いですね。そんな硬いですね。呼び置きではなかった。そうなんです。大学入試対策センター。はい。あー、もうめっちゃ受験ですね。そうです、大学受験の、うん、専門の学習塾でした。それがお母様から始まって、はいはい、もう今何年目ぐらい。もう40年になります。わー、すごい。じゃあその西区界隈の人はもう有名な塾なんですね。もともとでも実は中央区でやってまして、うん、あ、そうなんですか。はい、私が代替わりになって、うん、代替わりに私がこうやってから西区に、うん、移ったので、実は西区に移ってからはまだ9年程度なんですね。はい、松見ヶ丘。はい、はい、あのちょうど海沿いのとこですよね。そうです、そうです、うん、あのジェリーカフェとかおしゃれなカフェがある。そうです、その後ろへらへんですね。そうなんですね。その大学入試対策センターもされていて、はい、かつフリースクールを開校したのが2年前ぐらい。そうです、約2年前です。これをなぜ始めようと思ったんですか。実はその学習塾をやっていた時に、やっぱりその学校行けてないんだけれども、うん、夏休みこう勉強したいんだって言ってやってきてくれた男の子がいたんですよ。でその子をこう一生懸命やってたんですけども、やっぱりこう馴染めなかったというか、うん、その時が実はちょっと私もなんか、ああもうちょっと何かしてあげてあげることができなかったのかなっていう思いが ありつつも、うんうん、その後また一人、うちの生徒の中で、うん、あの学校行けなくなった子がまず出てきたんですね。うん、あ、これ2回目だし、うん、今度は何とかしてあげたいっていう思いから、うん、フリースクールをちょっと立ち上げようかなっていう思いが、それがスタートでしたね。あ、そうだったんですね。はい、でそこから普通のその通常やってる学習塾とは違う形態で、はい、同じ建物ですよね。同じ建物の中で。同じ建物の中でやろうと思った。はい、うん、どのようにして最初やりました。もう本当にその塾なので黒板もありますし机もありますしというふうな状態だったので、実は施設としてはもう元々あるのをそのまま使えたので、本当だ、あまり苦労はなかったんですね。そうですね、先行投資とかするものがあまりなく、はい、すぐ始められた。はい、そうですか。じゃあ時間帯を変えてやってるわけですか。そうですね、うん、まあ、学習塾って一般的に夕方から夜にかけてやるものだったんですけども、うん、それをこう学校行けない子たちのために朝から、うん、まあ、あとは夜までやって、そのまま夕方からまた学習塾も一緒にやりながらっていう形で今はやってます。うーん、朝からだと9時ぐらいから、はい、そうです、9時からです。夜7時ぐらいまでがフリースクールで、はい、で夜7時になると学習塾の子たちが来る。はい、そうですね、もう少し早く来て、うん、でもまあ実際にはかぶっている時間が、学習塾とフリースクールかぶっている時間があったりもあるんですね。はい、あったとしても別にこう
トラブルもなく、はい、和気あいあいと、はい、なんかやはりみんなこう交流をして、うん、くれてますね。学校行ってるからとか行ってないからっていう部分は垣根はないようには見えますね、うん、そうですか。で現在今何人ぐらいのお子さんがプリースクールに通われてるんですか？15名ですね。結構多いですね。年齢的には上は高校3年生で、下は小学校3年生まで。幅広いですよね。そうなんです。それを一般素人の私から見るとどのように授業を進めてるのかなっていう。基本的には週に1回自分たちで自分たち専用の時間割を作って、うん、私の授業が必要な時には、私が授業するのもあるし、またみんなで何かできる時間があれば、そのみんなでそのやる時間を作ったりっていうのを1週間ごとに時間割をしているので、個別でそれぞれやっていることも多いです。へえ、そっか。じゃあ自分なりの時間割を作って、ここだけはちょっと重点的に教えてもらいたいっていう時に授業があるって感じですね。そうですね。へえ、だって先生教えるのは野口さんだけですよね。はい、いや、実はそれはですね、私の母はもともと学習塾、今ももちろんやってますので、現役でされてるんですね。はい、教えることができますし、またそれとは別に大学生たちのボランティアスタッフ3人いますので、彼らも教えてくれるので、勉強がしたい、でも僕しかいないから、教えてもらう時間が少ないっていうことは少ないと思います。そうですか。どうですか、通われてるその15名の子たち。こう変化も見えてきます？そうですね、変化はかなり大きいと思います、うん、決してそれが勉強ができるようになるとかではなくて、うん、例えばその学校だけじゃなくて、やっぱりフリースクールも最初はなかなか通えない、うん、週に1回2回来るのがやっとだったよっていう子が毎日来れるようになったりだとか、うん、笑顔が増えましたとか、お母さんたちからよく言われるのは会話が増えました。ですね、そういう日常生活での変化っていうのはやっぱり大きく、見えてくるのかなと思いますね、そしてまたそのね、幅広い年齢層の人たちとこうコミュニケーションを取れる場っていうのもなかなかないじゃないですか。そうですね、そういう場も貴重ですよね。そうですね、やっぱりこう、学校に行けていないと自分がこれからどうなるのかっていう、やっぱり未来に対する不安ってそれぞれのこうあるんですけども、大なり小なり、ところがこう上の先輩たちがどうしてるのかとか、お兄さんたちが例えば大学受験に向けて頑張ってるのを見ると、じゃあ僕もやってみようかなとか、道がそういう道がまだあるんだねっていうのが実際にこう見れるので、そういう風なのを見て子供たちが先輩の背中見ながらまた育っていってくれるので、いいこと尽くしそうですね、じゃあみんなで輪になって遊ぶ、遊ぶじゃないですか。遊ぶもあります、もちろん遊ぶ。そういう時間もある。あります。ということですね。そうかそうか。そんな中、夜はね、通常通り学習塾を開いてるわけなんですけど、はいはい、その野口さんの、はい、今までとは違ったフリースクールもやって、学習塾もやってって、かなりハードになってくるじゃないですか。はい、そこら辺の時間の使い方は大丈夫ですか？実は、学習塾の時は、お休み1日もなかったんですね。土日祝日も休みじゃなかったんですけど、フリースクールを始めてから、申し訳ございません、ちょっと体力が持たないのでっていうことで、水曜日と日曜日と祝日をお休みいただくようになったので、逆に良かったですね。だいぶ楽になりました。そうか、休みを取れるようにシステムにしたと。そう。いうことですね。そら野口さんの体的にも、はい、いいことだと思います。ありがとうございます。じゃあそんなね、今校長なんですって、お母様が。そうなんです。お母様は校長先生として、はい、息子さんのね、野口さんを見てどう言ってます？いやー、どうなんでしょうね。うちの母は全く褒めない人なので、私に関しては。厳しい。もう全然、足りないとしか思ってないところでしょうね。もっとやりなさい。もっとやりなさい。どうでしょうね。そうですか。ちょっとたまに褒めてほしい。そんなね、中で、はい、私もちょっとこう、不登校気味なので、自分の子がね、体験したいとか、はい、見学したいっていう声があったら、
そういうこともできるんですか？もちろんでございます、うん、まあ、例えばホームページからメールでご連絡いただいたりとか、もちろんツイッター、インスタ、うん、そういうふうな SNS からご連絡いただいても結構なので、うんうん、基本的にはさっき言ったその水曜日、日曜日、祝日以外であれば基本的に事前にちょっとご連絡いただいて、うん、いつでも来れるので、うん、都合のいい時間ちょっと合わせていただいてっていう風な形で、うん、あとはさっき言ったお休みの時でも、実は他の子たちがいるとまだ怖いから、うん、誰もいない時間帯でとかっていうのはありましたら、もちろん、言ってくださればそれは対応しますとかっていう形ですね。その子に合わせて、はい、時間をね設定して、はい、一度、年間ね会ってもらうっていう感じ、ね、そうですね。お気軽にご連絡いただきたいと思います。はい、この電話番号でいいですか？そうです。050-3746-1614 050-3746-1614 番でお願いします。お願いします。はい、では後半もまだまだお話伺っていきます。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人。今日は西区でフリースクールロビー置きを開講されています野口治虫さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあね、不登校が増えているという現状を私も知っていたんですけれども、新潟県のこの新潟市界隈はどんな状況なんですか？やっぱり多いですね、まあ、具体的な人数でいうと約1100人程度。これはでもあくまで、学校がこうなったら不登校ですよと言われるようなその基準に合っている子が1100人と言われていて、実際にはなかなか学校に行きづらいなとか学校に行くのが辛いって感じている子たちを含めるともっともっと多い数になるかなと。ですよね、うん、で理由も様々、その子によって違うんですよね。そうですね、うん、だからこうなんで不登校が増えたんですかとかっていう話はよく聞かれるんですけども、うん、それを答えるのはすごく私は難しくて、こう逆に私の経験の中でお答えを言ってしまうとすごく狭い答えになってしまうのかなと思うので、実はそれに対するお答えはすみません、ちょっと人それぞれなのでわからないですというふうにはいつもお答えするようにしてます。ですよね、うん、でも多様化の時代って言われているから、やはりいろんなね、子供さんがいていいと思うんですよ私は、うん、なのでやっぱり学校行く子行かない子、うん、そしたらじゃあフリースクールの方行く子っていう風に選択肢がね、うん、あるといいですよね。そうですね、うん、選択肢っていうのがやっぱりすごく重要で、まあ当然今義務教育っていう風になってしまうと、その選択肢すごく今日本では狭いのかな、少ないのかなと思っていて、うん、そういう意味でこう不登校というきっかけとして単なるネガティブに捉えるだけではなくて、それが原因でこう新しい選択肢っていうのが気づいてもらえたらちょっと嬉しいなと思いますね。うん、で具体的にその月から金まで毎日、うん、そのロビー置きに通っているお子さんの1日をこうスケジュール見るとどんな感じなんですか？うちはその学校と同じように何時に来なさいっていうのはちょっとないので、うん、まあ、本当にごくごくいろんな例があるんですけども、はい、例えば朝から来る子であれば朝は来てみんなでまあお話をしたりして自分の立てたスケジュールでまず動いていく、うん、でお昼になったらみんなでご飯を食べて、午後は大体みんなでやる授業っていうの、私がやる授業っていうのがあるので参加する子はそこに参加をし、でお迎えが来るまで大体皆さんお仕事終わってからお父さんお母さんたちがお迎えに来るっていうパターンが多いので、それまでこう遊んだり勉強したりして過ごすっていう子が多いような気がします。ああそうですか、うん、じゃあ必ずしも近所の子たちだけじゃなく遠くからも来られている？そうですね、実は近所の子というのは、うん、本当に少ないです。そうなんですね。新潟市はフリースクールがの数がすごく少ないので、うん、ですよね。これもいろんなね、うん、現状があるんですよ ね。 そうですね、フリースクール運営の大変さ。そうなんですね、やっぱり新潟市なかなか補助金等々が出るっていうことはまずないですし、うん、フリースクール1本で生活というか生計を立てていくっていうのは難しいのが正直現状です、うん、なので皆さん工夫をしながらなんとかフリースクールをこう残していくという形なので、うん、今新潟市であるフリースクールっていうのは多分多く見積もっても8から10あればいいかなっていうような状態なので、そ
少ないですよね。少ないです、本当に。他の、まあ、海外とかってどんな感じなんですか？はい、そうですね、海外とかの場合だと、うん、やっぱり日本の一条校という普通の学校とは別に、オルタナティブスクールと呼ばれるような学校があったりする、例えばアメリカであったりとかオランダであったりとかっていうところはそういうのがあったりするんですけど、日本はもう本当にフリースクールないし、まあ、ちょっと増えてはきてるのかもしれないですけど、まあ、選択肢は少ないなっていう思いますね。もっともっとね、新しい時代に向かって増えていってほしいななんて思うんですけれども、そうですね、じゃあそういう横のつながり、はい、フリースクール同士のつながりで情報交換とかもしてらっしゃるんですか？そうですね、実は去年の11月に新潟市の教育委員会と、小学校の校長会、中学校の校長会の代表それぞれ1名と、フリースクールで、フリースクールと連携協議会というグループを作りまして、フリースクールに来てる子たちでも例えば学校の出席になったりだとかテストをフリースクールで受けたりとか、そういうことができないかどうかというようなお話し合いをするグループっていうのを作りました。それできたらいいですよね、はい、そうですね、本当にフリースクールで通知表を出してあげるとか、そういうのがあるとね。そうですね、やっぱりフリースクールに行くってなるとやっぱりこの学校の成績つかないんじゃないかとか、選択肢の幅がすごく狭まるんじゃないかっていうやっぱり親御さんたちの心配あるかと思うんですけども、そこをなんとか解消できて、お家にただ学校行けなくなったイコール家に引きこもるっていう状態じゃないようにできる、そういう場所づくりっていうのをこう皆さんに安心して来てもらえるようなフリースクールっていうのを新潟市に1個でも多く作っていけたらなと思いますね。先ほどね、午後からの時間、ご自身が、ね、はい、授業されるって言ってましたけど、はい、そのみんな向けの授業なんですか？はい、はい、そうなんです。まあ、学校としての代替組織としてもあるので、はい、体育もやりますし、例えば体育ってどういうことやるんですか？体育館を、近所の体育館をお借りして、卓球をやったり、楽しそう、はい、バドミントンやったり、もうそれこそバスケットをやったりとかもやりますし、あとはマイナースポーツ、最近だと芸人さんがやってるモルックって呼ばれる、はい、マイナースポーツなんです。ボーリングの親戚みたいな、ボーリングとビリヤードを足したみたいな。あ、じゃあつくんですか、棒か何かで木を投げるんです、木の棒を投げるんですよ、で木の棒を倒した。へえ、面白そう。面白い、子供がなんか好きそうな感じですよね。そうなんです、そういう新しい競技をやってみたりとかっていうのをやったり、あとは美術、美術は絵を描くとか、はい、そうです、絵を描いたりとかもそうですし、例えば実は学校からいただいている課題を、その子一人にやるんじゃなくて楽しそうなのはみんなでやったりとか、理科の実験をしたりとか、調理実習とか、何でもじゃあ野口さんできないとオールマイティー。あ、大丈夫なんですよ、私ができなくても、はい、みんなに調べてもらったりとか。あ、そっか、失敗してもいいんです、うん、できなくてもそこからなんでできなかったんだろうねってみんなで考えるのもまた授業になるので、そうですね、失敗がね大事なんですよね。そうなんです、次どうすればいいか、そうなんです、成功するには考えようみたいな感じですよね。そうなんです、なのでやっぱりだな、転びや起きという考え方でやってます。じゃあ本当に野口さんも日々楽しんで、おっしゃるとね、楽しいんです私、教えてらっしゃる感じがひしひしと伝わってきました。子どもさんのこともすごい、じゃあ一人一人それぞれにね、まあ、性格も違うだろうし、そうですね、性質も違うだろうし、うん、この子にはこういう感じでね、うん、対応しなきゃいけない。で、あと授業、学習とはまた違ったお悩みもあると思うんで、うんうん、そうです、それをポロッと出たらね、聞いてあげるっていうのも役目なんでしょうね、うんうん、そうですね、やっぱりその、まあ良くも悪くも少人数なので、うん、そこでやっぱりこう言えることであったりとか、私にこう親御さんには言えないけどちょっとポロッと言いたいんだよねっていうことを聞いたときに、やっぱりそれをちゃんとこうすくい上げて、ちゃんと拾ってあげて対応してあげる、私カウンセラーとかの資格は持ってないんですけども、聞くことができますし、こうアドバイスもできる限り、こうした方がいいとはできる限り言わないんです。僕はこうだと思うよとか、それでも例えば答えが欲しいときは、欲しがってるようなときにはこうしてみて、合ってるかどうかは自分でちょっと考えてみようねっていうふうに、自主性というよりは自分で考えるという力をどう育てていくか、
なんかそういう部分はすごく気にしてやってますね。で、そのフリースクールをこうじゃあ学校行く気持ちになってきたから行ってみたいってなったら、学校にも行けるわけですよ。もちろんです。私たちはやっぱり学校の先生たちと必ずこう連携を取っているので、お子さんがもう実は学校行きたくなってきたんだよねっていうふうな時には、親御さんと連絡を取りながら学校に連絡をして、まあ、本人行ける、行ってみたい、チャレンジしてみたいと言っているので、なんとかこうみんなで協力しながら行くのをなんかこう助けていけませんかねっていうふうに学校とも連携しながら、だからこう、まあ、例えば別室登校からスタートしたりとか、そういうふうな形で支えていってますね。そうですね、そんなの大事ですね。そしてまたね、やっぱり集団がちょっとってなった時には戻ってこれる場所があるっていうのはすごい子どもさんにとって強い、心強いと思います。うん、そうですね、なんかこう、うちはだから学校に行ったらもう卒業ではなくて、あの学習塾としても使えるし、行ってみたけどやっぱり辛いから戻ってきてもいいっていつも言えるような、そういう場所を常にこう提示してますね。で、昨年からコロナ禍でね、大変な1年だったと思うんですけど、あの学習塾もそうだし、ね、教える側として何かこう工夫したことってありますか？やっぱりコロナの時っていうのはどうしても学校もそうだと思うんですけど、学習塾もやっぱり密になりがちなんですね。フリースクールはもちろんそうですし、その時にはやっぱり親御さんたちに、今の現状はうちのロビー置きはこんな状態なので見てくださいと、もちろん手洗いだとかそういうものは徹底した上でも、やっぱりそれでもこう危険だな、危ないなっていうお家の場合には、あ、来るかどうかをそれぞれ決めて、あのロビー置きとしては決定したいので、それぞれのご家庭の中で決めていただいて、まあ、お金の部分も含めて、まあ、ご相談しましょうというふうにはあのお伝えして、やりましたね。そうですか。ねえ、本当にやっぱり対面するものですからね、そうですね、なかなか大変だったと思いますけれども、今年2021年野口さんがこれはやりたいって下半期になりますけど、何かありますか？もう教室の移転なんですよね。あ、そうですか。考えてらっしゃる。はい、もうさすがにパンパンといってもまだちょっと余裕はあるんですけれども、できれば子どもたちにより良い環境をやっぱり渡してあげたいので、もうちょっと広いところで、まあ、あと高校も始めましたので今年からあのロビー置きの場合ではあのフリースクールでありながらあの来てくだされば高卒資格まで取ることができるので、すごい、まあ、そういう子たちのためにもっといい環境をと思って今教室移転を、あ、じゃあ物件を探していらっしゃる、はい、同じ西区なんですか？西区です。うん、そうですか、はい、いやまたね、広くなって快適になって皆さんも ね、笑顔になるといいですよね。で、毎回ゲストにお聞きしてるんですけれども、はい、人生を楽しむコツ、野口さんは？僕は目標を、持つことと、その目標に向かって楽しむことがすごく大事なんじゃないかなと思ってます。やっぱりこう目標に向かってやってると、あの目標に向かってたどり着くためにはこれやってなきゃダメだ、これもしてなきゃダメだっていう風なダメだがたくさん出てきて、うまくいかない時ほどで辛くなっちゃって、やっぱりそのゴールまでたどり着けないことってたくさんあると思うんですけど、楽しんでやってる時って辛いことでも乗り越えれたりすることができるので、時間もあっという間なんですよね、楽しい時って。あれ不思議ですよね。なので辛い時でも楽しめるものを目標に持ってくれることが、僕は子供たちにも同じように言っているので。そうですか。野口さん、今じゃあ週3日ぐらい休み？そう、2日ですね。はい、2日ある中で、はい、趣味とか自分の時間、はい、何使ってますか？本当は実はそれこそ生徒と一緒に行った体育の授業で行ってボルダリングがすごく楽しかったので。どこでやりましたの？それこそ中央区にあるキャンプ4っていうところでやったんですけど、うん、ありますね、はい、面白くて行きたいんですけど、今は実は一生懸命その塾というかフリースクールの方をそっちの方ね頑張ってて、人とお会いしたりとか、あとはこう NPO にするための今はことばっかりやってるので、休みの期間時間はそっちにばっかりやってる、なかなかプライベートの方にまで避けないですね、正直な話。そうですよね。
NPO にするとやっぱりいいこともいっぱいあるわけですね。というよりもやっぱりその NPO にすることでこう信頼性が上がったりだとか、やっぱりそのどうしても今後大きくしていく上で多分補助金とか助成金をお願いしなくちゃいけない、まあ、その時のやっぱり信用度として NPO にはしておきたいなっていう思いはあるんですね。なるほど。そのじゃあ準備を今着々と進んでいるということでね、また移転してね、なんか大きな綺麗なところでできるといいですよね。そうですね。では最後にカメラに向かって、はい、このロビオキの PR 一言お願いします。フリースクールロビオキでは、学校に行きづらいなと感じている子はどんな子でも受け入れることができる場所です。学校に行けなくなったからもう辛いなとか、未来がないんじゃないかとかっていうふうに思わずに、一度来て、どんな状態でも未来はあるし、未来を諦めることは一切ないので、ぜひぜひ私たちと一緒に前に進んでくれたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、もう令和の金八先生ですね。全然そうです。情熱が伝わりました。今日の光の仕事人は、西区でフリースクールロビオキをされています代表の野口おさむさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。